パイクは、アメリカ海軍の潜水艦。プランジャー級潜水艦の一隻。パイクは1900年12月10日に、カリフォルニア州サンフランシスコのユニオンアイアンワークスで、寄港した。1903年1月14日に浸水し、1903年5月28日に、アーサー・マッカーサージュニア大尉の指揮の下、姉妹艦のグランパスと共にメアアイランド、海軍造船所で収益する。 パイクはメアアイランド海軍交渉から3年以上を実験及び訓練任務に費やした。1906年4月18日にサンフランシスコ地震が発生するとパイクの乗組員は被災者に対する救援活動を行った。パイクは1906年11月28日に退役し不活性化状態のまま保管される。 1908年6月8日に最終駅し、太平洋水雷小艦隊に配属、沿岸での作戦活動に従事する。パイクは1912年6月まで同部隊と共に活動した。パイクは1911年11月17日に A-5 と改名された。A-5 は1912年6月26日にピュージェットサウンド海軍交渉に到着し、 その二日後予備役となる。続く二年半を不活性化のまま保管され、1915年2月15日に球体艦ヘクターに搭載され、フィリピンに運搬される。A-5 は3月26日にオロンガポに到着し、4月13日に浸水、4月17日に最終駅し、アジア艦隊に配属された。 アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦した直後の1917年4月15日、A-5 は経由されていたカビテ海軍交渉で沈没した。沈没の原因はシュバラストタンクの漏水によるものであった。4月19日に引き上げられ、修理が行われた後現役任務に復帰した。A-5 は姉妹艦同様マニラ湾の入り口の偵察任務に従事した。 A-5 は1920年7月17日に、船隊番号 SS-6 を与えられ、1921年7月25日に退役した。その後は、標的艦として認可され、1922年1月16日に除籍された。ありがとうございます。